こんばんは。今日はこちらの食材を使った和風カルボナーラうどんに挑戦していきます。ベーコンを切っていきます。卵を一つ溶いておきます。フライパンを熱したらバターを入れます。ベーコンを入れます。牛乳を入れます。ふつふつしてきましたら火を止めて溶き卵を入れます。白だしを入れます。粉チーズを入れます。うどんを入れてよくなじませます。黒胡椒をかけて北川博之特製和風カルボナーラうどんの完成です。美味しそう。和風カルボナーラうどんが完成しました。最後に卵黄を乗せればね、完璧だったんですけど、卵黄を乗せ損ねました1個だけ残ってた卵をいただきます。でもめちゃめちゃ美味しい。今日も大成功です。これ簡単だし、いいよ。